六田貞子さん。元日に起きた能登半島地震の被災者、輪島市門前町深見の住民です。地震から2週間後は夫の明憲さんと二次避難先金沢のホテルに滞在中です。点々と避難場所が変わり、ここで4カ所目です。今回がひどかった、ね、だって前の時泣かなんだもん。今回泣くもんすぐ。ほやろ、今泣きそうになるやろ。もう泣きそうだね。六田さんは17年前にも大きな地震に見舞われました。崖崩れで道路が寸断、深見地区は孤立しました。17年前は船で門前町の避難所に入り、34世帯が一緒に寝泊まり、プライバシーはありません。でも深見の母ちゃんたちは強かった。はい、男の子座って。当番を決めて配膳やゴミの始末をし、行政やボランティアの手を煩わせませんでした。みんなを束ねたのは六田さん。今日みんないっぱいいただいたやろ、宣伝に、はい、西崎さんにまた礼言ってくだしね。この時の避難所暮らしは40日間近所助け合って乗り越えました。その後仮設住宅に移ってほっと一安心。六田さん、仮設でも近所付き合いです。いっぱいもらってる、ま、卵みんなで食べて。ほら、うちでくれな。多いね、ありがとう。そうね、あんた、そう、卵を食べて、可愛い娘からの。あー嬉しい、キャベツないんやわ、うん、ありがとう。よけよかった、うん、よけよかった、ね、ありがとう。あれから17年後に再び起きた大地震、奥能登全域に甚大な被害が出ました。深見地区はまた道路が寸断して孤立。数日後に自衛隊のヘリで集落全員が脱出しました。片町のホテルで避難を続ける六田さんたち。みかんをもらえばおすそ分け。しかし近づくこのホテルの退去日、次の避難先を心配していましたが、延長の連絡が。また来た、お知らせ聞いた。いや嬉しいね、どこ行くとかあるね。でもね、嬉しいよね。諦めとったから、うんうんうん、すぐ泣くんやって。この日、17年前の地震からの支援者、北陸学院大学の田中教授の誘いで深見の様子を見に行くことになりました。4カ所も斜面崩落で道路が埋まってるんですね。でその手前のところでも車を止めて、あとは徒歩です。土砂崩れで道が塞がり工事中です。深見の自宅まで1キロほどの道のりを歩きます。あの真っ白になってるが全部海やってんよこれ。そうそうそう、これが隆起した。これが隆起、あの四角い綺麗なやつ、のり畑、ほんでのりも終わりや。この海で岩のりや魚を取って収入にしてきました。今回の地震では海岸が隆起、船も出せなくなりました。29世帯どの家も大きな被害を受けました。六田さんの家は純半壊。一回うち入る、はい、電気が来ないのでライトがないと片付けもできません。水道も断水のまま。津波が来なかったのが幸いでした。住民たちは皆高台に避難しました。
住民たちの車が駐車されたままになっています。小屋があります。入ってみさし最大58名。ここで元日から12日間、深見の住民58人が避難生活を送りました。ここは17年前の地震を教訓に住民が作った避難所。水、発電機、非常食を備蓄しています。自主防災組織を作り、避難誘導係や救出係、食事係など役割も決めました。集落全員がここで12日間の避難生活を無事乗り越えたのです。17年前の経験が生きました。ただ困ったのがトイレ。急遽手作りしました。穴を掘って、はい、板を渡して、はい、溜まったら埋めて、また場所を変えて穴を掘って、うん、災害社会学の研究者田中教授、住民たちとは親戚のような付き合いです。今回の地震で感じたことは、金沢とかで暮らしていらっしゃる方って、防災っていうとホームセンターでね、いろいろな備蓄品買ってくるでしょ。でお金でこう物を買ってきて揃えてて防災だから、多分それじゃ無理なんですよね。助け合う住民たちを見た田中教授は、僕は1月10日に初めてここに来ましたけど、その時皆さんやっぱり血圧も安定されてたし、健康状態も悪くはなかったし、皆さんそう、非常に落ち着いてらっしゃったんです。田中教授がこの時感じた地域にとって大事なこととは。いや、多分ここで言うとね、すごく薄っぺらい言葉でしか僕言えないと思うんですよ。いや、お互いのつながりとか体制だね、コミュニケーションだとかっていう、そう、そのちょっと奥の部分はやっぱりちょっとこれから考えていかなきゃいけないな、ちょっと整理しなきゃいけないなと思ってますよ。深見の人たちのつながり、その奥にあるものとは。二次避難先のホテルには輪島や珠洲から避難してきた人もいます。輪島市でスナックを経営していた浦野さん、店を諦めると言います。上島市ひどい目はうちの近辺、そのまんま浮かれたまんまやろ、先輩で本当電線からガーッとね、壊れたとこ多いわ。私8席あるお店やな、キサンドスナックやね今。小さなお店しとったよ、20年しましたそこで。ないとったって何もならんしな。そう、誰もしてくれんしね。珠洲市で運送業を営む浜さん、この地震で会社を畳むことを決意しました。3月会社止めるっていうか、もう、従業員言いました、3月31日閉じたで、私は財務整理する、次の子は4月1日から次の会社で行く、っていう道を作ってあげれるように今思ってる。タコ島港の真向かいにある浜さんの運送会社、亡くなった夫の後を継いで5人の従業員を雇用していました。社長、4月1日から彼そっち行けますか、引き受け、いつ。従業員の行き先も決まり、この日ついにトラックも手放しました。浜さんは珠洲を離れ白山市に移ることにしました。こちらは六田さん、一足先に仮設住宅の入居が決まったので輪島に戻ります。何でやるんですか。電話する。電話する。 LINE もするわ。分かったよ。じゃあね、バイバイ。震災から間もなく7ヶ月、工費解体が進められていますが、ほとんどの家屋が倒壊したままです。
仮設住宅で暮らすのは今回で2度目。まあ、どんな思いっていうの、まさかっていうのは一番やね、とにかく、うん、まさかこんな2回もっていう、どうなるって言われても、元には戻らん、喋れる、まあ、空き地がいっぱいになってくる。と思う、うん、人間もほとんどいなくなる。この先もが見えないっていうだけよ。能登を忘れないでと願っています。